そして一番、感動したのは、どうもアロハチャンネルです。今回紹介するのはこちら、ソード仮面ライダージョーのライドプラスの2ということでね、今回どんなラインナップがあるのかということで早速見ていきたいと思います。前回もね、ほんと神クオリティというか素晴らしかったので、さあそれではオープンしましょう。ドン。おー、そうか、今回は10個入りをゲットを予約していたので、はい、まず見ていきましょう。まず1つ目が仮面ライダー銀河、そして2番目がカッシーン、そして3つ目が仮面ライダーハッタリ、さらに仮面ライダーディエンドが来た、真骨頂ね、魂ネーションズで発表されてましたけど、そしてオプションパーツセットということでガイアメモリのね形してますよね。はい、結構なんか独特なね雰囲気のあるラインナップですけれども、早速レビューしていきたいと思います。はい、それでは仮面ライダー銀河を開封していきましょう。今回はね一つで収まってるので、そんなにシールは多くないのかな。おー、あとはね塗装がどれぐらいされてるか、あーいい感じにねピンポイントではされてるのと、マントがついてるね、いい感じ。はい、それでは貼っていきましょう。おー、結構かっこいいね。はい、これで仮面ライダー銀河が完成しました。どうでしょうね。まあ今までのそのね、王道のめちゃくちゃかっこいい仮面ライダーっていう感じではないかな。ちょっと色とか顔の雰囲気とかが仮面ライダーチェイサーに近いような雰囲気もするけどね。まあ完全にこの感じ出てる帽子みたいな感じとか、ちょっとかなり斬新ですけどね。まあまあまあかっこいいかな。はい、こんな感じ。顔は結構ね、シールを使っていて、まあ銀のシルバー塗装の部分は多くて、これがあるのとないのではね、かなり完成度に違いも出たと思います。で、今回のシールは丸が多くて、本当にね惑星っていう感じでね、銀河なのでね、かなり貼りやすかったですね。ですし、かなり短時間、本当に5分かからないぐらいでシールを貼ることができました。で、マントパーツが付属してるのもいいですよね。かなりこのシワも入っていて綺麗な素材感でもあります。やっぱ顔かな、顔のこのシルバー塗装入ってるのはすごいポイントでかいですね。これがねグレーの成型色とかだとかなりテンションは下がるけどっていうところで、はい、仮面ライダー銀河完成しました。かっこいいね。はい。はい、そして続いてこちら、仮面ライダーではないんですけれども、カッシーンということでね、カシンですよね。魔王のカシンということで、名前多分カッシーンということだと思うんですけど、こちらを開封していきたいと思います。はい、カッシーンも完成しました。ということでね、カッシーンは、どうだろう、これでも塗装は結構綺麗にされてるのか、ここら辺とかこことかね、めちゃくちゃ高級感ある。これ、結構頑張ってますよね、塗装。ここも塗装あるし、すごいな。めちゃ綺麗。もうよく見るとね、色合いが違うくて、本当に高級感というか、やっぱクオリティすごい。で、ゴールドの部分も、これはシールなんですけども、ただこのゴールドのね、この高級感というのが、これでもすでに伝わっていてっていうところで、めっちゃかっこいい。個人的にはこれかなり今回当たりかなと思いますね。かっこよすぎ。そしてこの顔、仮面ライダーに登場している感じではないけども、このクオリティやばくないですか。これもちろん塗装がすでにされてるんですけど、ちょっと怖くもあるこのね顔の感じがめちゃくちゃ綺麗に造形されていて、かつ塗装もされているという素晴らしすぎるクオリティ、これはマジでちょっとおすすめですね。本当にカシーンやばいですね。はい、めちゃくちゃいいです。続いてこちら、仮面ライダーハッタリですね。こちらを見ていきたいと思います。はい、カッシーンへのね、本当に感動が収まらないんですけど、こちら仮面ライダーハッタリが完成しましたということで、ハッタリもね、このなんか、なんていうのかな、リアルな感じっていうか、3D 感っていうか、なんていうのこれ。このね、立体感、そう、立体感があってめちゃかっこいいと思いましたね、パッと見。で、後ろもこういうね、この動きのあるパーツがついている
るし、でここもちゃんとね最初から塗装されてるんですよね。今回すごいなプラスって感じで、でここも塗装されてるし、で毎回言うけどシールのねクオリティも上がってるから、結構ね塗装部分とさすがに違いはあるけど、それにね遜色ない程度にカバーできるというね素晴らしさがありますよね。でベルトもこんな感じ、近くで見ましょう。はい、こんな感じのめちゃくちゃかっこいい。さすがにここがね回るっていう感じはないけど、こんな感じからの胸パーツで顔、この顔もかっこいいよね。本当に仮面ライダーっていうかね、なんか違うキャラクターとしても人気が出そうな感じがあるぐらいのクオリティ。いや僕はこれ好きですね普通に。でこのね付属パーツも後で見るね、付属パーツセットでねついてくると思うんで、みんなに持たせていきたいと思いますけどね。はい、それではこれが仮面ライダーハッタリということで、仮面ライダーディエンドね、ディエンド見ていきたいと思います。はい、こちら仮面ライダーディエンドですね。知ってる方もね、やっぱり最近見始めた方は知らないかもですけど、仮面ライダーディケードね、10年前の仮面ライダーのまあ相方というか2号ライダーのディエンドですね。で今回またね10月ぐらいに魂ネーションズがあって、僕は毎年行ってるんですけど楽しみにしてね、そこでしか買えないアイテム、まあ後でプレ版でね販売されることもあるんですけど、そのアイテムが仮面ライダーディエンドの真骨頂ということでね、かなりディエンド盛り上がってきているということで、僕もねディエンドが本当に好きで、一番最初に買った SH フィギュアって仮面ライダーディケードとかディエンドとかね、そこら辺関連だったような気がするので、ディエンドにはかなり愛着があるんですけどね。パッと見かなりなんじゃこれって思うようなフォームなんですけど、なんかねめちゃくちゃハマりましたね。すごい好きだなというところで、ああ結構今回はシールが多いな。ディエンドは意外とシールが多い、ただその分造形にかなり手間がかかってるとは思うんですけど、シールをね貼っていきたいと思います。はい、仮面ライダーディエンドが完成しました。マジ完璧で、シールを貼ることによってより良くなりますよね。本当にすごいかっこいい、めちゃくちゃ好きですね。でここら辺ね、この塗装の部分とシールの部分が共存はしてるんですけど、本当にね違和感がなく素晴らしいいい色を出しているなとシールもね思います。そしてこのベルトがあり、この特徴的なね胸の部分があって、こことここはシールを貼りましたけどね。で腕があって、あそっか、今回だから手がパーのパーツとかってないんだ今回はね、僕がすごく重要視してるけど。で顔の部分は横にねこの青い部分のシールを貼ったぐらいで、ここは塗装されてるね、ここは嬉しい。で胸のシルバーも塗装されてるし、うん、本当に重要な最小限のところはちゃんと塗装がされていてっていうか、まあこれまでいったらもうすごいですよね。本当にめちゃくちゃかっこいい、ディエンドやばい。はい、ちょっとね武器パーツ早く持たしたいんで、武器パーツをね開けていきたいと思います。そして最後がこちら、オプションパーツセットということで、仮面ライダーのねダブルの必殺技の時にこうガヤメモリー風のねこの二人ジョーカーとサイクロンが必殺技でこう出てくるようなね、このイメージまで再現するということで、ほんとすごすぎるんですけど、その他にもねディエンドの武器パーツとかもあるので、こちら開封していきたいと思います。はい、こちら組み立てが終わりました。まずねこのダブル関連の本当にね斬新なこのジョーカーサイクロンなんですけど、関節結構細かく動くしいい感じ、足は関節がある、腕は関節がないですね。でただここぐるんとね全部動かすことができて、デザイン的にはこんな感じ、完全にジョーカーとサイクロンがね描かれていて、メモリーみたいなね形にはなってるんですよね。腕後ろはこんな感じで、めちゃくちゃいい、可愛いですよね。ブオーっていう感じのね、はい、素晴らしいですね。そしてあとは持たせたいのがここら辺ね、貼ったりとかいろいろあって、で、台座を2つですねついていて、武器、あー手首パーツついてるね、手首パーツがちゃんと
ついてるんで、やっぱディエンドは、ディエンドのね、この武器パーツが2つあるんですよね。こんな感じで2種類ついていて、今回はね、青色を使ってみようかな。まあ、黒の方が好きかもですけど、個人的にはね、ただ青もいいかな。いい感じですね。で、これでここグーっていうよりは、おそらくここを、この手首パーツに変えることでね、やっぱリアルな感じにはなるんですよね。はい、こんな感じで、うわー、かっこいい。アーツで見てたディエンドだって感じですね。めちゃくちゃ嬉しい、これ。はい、ディエンドが一つ完成。そして、武器パーツは、これ。このね、剣のパーツですよね。はい、こちらが、ハッタリかな?ハッタリが、おー、いいね。やっぱりあった方がいいですね、完全に。仮面ライダー銀河の武器パーツは特別なかったかな。はい、こんな感じで。いやー、めちゃくちゃかっこいい。一気にかっこよくなりますね。ハッタリやっぱ好きだわ、普通に。うん、なんかいいですね。ハッタリ好きな人ね、仮面ライダーファン意外と多いんじゃないかなと僕は思います。推測ですが。はい。そして、最後、これですよね。槍。この槍も塗装されてる。これもかなりね、いい感じ。綺麗。で、ここだけシール貼ってますけど。はい。で、これはどこをどう取るんだったかな。はい。もう、なんか何から何までお金がかかっているような気がする。カッシーンですね。カッシーンマジかっこいい。うおー、すげえ。すげえ。武器パーツまで塗装されてますからね。カッシーンマジかっこいい。気に入った。はい。ということで、で、銀河に関しては特に武器パーツはないけど、一つ余ってる、ディエンドのね、ものを使いましょうか。はい、こんな感じ。で、手首パーツも一つ余ってるけど、まあ、いっか。はい、こんな感じですね。ということで、今回は、すごく好きなラインナップ多かった。意外なラインナップも多かったけど、僕が好きなのは、どうですかね。一番好き、テンション上がったのはやっぱディエンドかな。ディエンドここで巡り会えたのがすごく嬉しくて、そして一番感動したのはこちら、カッシーンですね。このクオリティにはマジで感動しました。で、この、こちら、ハッタリもめっちゃかっこいいなと思った。これはね、結構好きな人が多いんじゃないかなと思いましたね。はい、ということでね、今回はかなりね、このバラエティ豊かな感じのね、ラインナップだったんですけど、仮面ライダーライドプラス2ということで、レビューさせていただきました。ということで、今後もね、仮面ライダージオウの騒動はまだまだ続くと思うので、もうどんどんね、開封していきたいと思います。はい、ということで、今回この動画を見て参考になった、面白かったと思う方は、ぜひともチャンネル登録、そしてコメントも、じゃんじゃん寄せてください。グッドもよろしくお願いします。ということで、今回もご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。アロハ。